私が小さい頃からですね、母に連れられてよく買い物に来ておったカンガがこのような姿になって人に衝撃的で呆然とした思いです。被災されたすべての皆様方に心からお願い申し上げます。一日も早い事業の再開、また継続に向けてですね、取り組んでいきたいと思います。